皆さんおはようございます。2021年7月の10日土曜日、衆議院議員の原口和弘です。朝のご挨拶 A です。大雨特別警報がですね、熊本、鹿児島、長崎、宮崎に発令されました。これまで経験したことのない雨、それが降ります。いや、降ってます。だから身の安全をですね、確保してくださいますようにお願いをいたします。大雨特別警報です。またいろんなことをツイートしますけども、ぜひ身の安全を確保してください。それから ご親戚とかですね、おられるときには、しかも移動に困難を抱えておられる方がおられるときですね、もうくれぐれも注意をされてください。大雨特別警報です。これまでに経験したことない。で、佐賀はこんな風に雨は降ってますけども、まだ小降りです。でもちょっとこれ線状降水帯がずれると、もうわっと降ってきますんで、ぜひ警戒を緩めないでください。大変な雨になってます。これ昨日帰ってきてですね、ご覧になりますか。うわ、虫に食われてますが、これホワイトアクション、女性性差別に抗議して、国会でみんな白いバラを、青山大和さんがですね、地元の茨城からバラを持ってきてくれて、それをみんな胸に刺して、抗議の意思を示したんですけど、その時にちょうど花のところは胸に刺してますけど、茎のところをですね、佐賀に送って、それがこんな風に挿し木になって生えました。これ全部白いバラです。なんていうバラなのか、後で青山さんに聞いてみたいと思いますけど、やっぱりみんなが横に手をつないで行動するっていうことはとっても大事ですね。黙っていないっていうことはとっても大事だと思います。森顧問の似顔絵もこんな風に、うわ、これゴーヤチャンプルとかにしたらうまいでしょうね。すっごい。あ、佐賀もこうやって剥がしてもらってます。まあ、しかし草がすごい。確か4日前にはいたはず。いや、4日前いないか。月曜日に、今週の月曜日東京に戻りましたから、佐賀に帰ってくるのは月火水木金、あ、5日ぶりですけど、こんななんですね。しかし同じ銅板でもやっぱり 木の勢いが違う。これが1号ですか。これそこそこですね。で、息子がもうそうめん流しにするって言うんでやってたのは、こんな風に竹取られました。これ柵に使います。竹がすごかったんですけど、16くんもまた生えてきましたんで、早く動かしてあげないといけません。昨日帰りに楠野二郎さんと三郎さん県庁の横に入ってます。あら、雷だ。こらいか。雷だと歩いて危ないっすね。この辺被害者ないっすもんね。どうするか。で、昨日嬉しいこといっぱいありました。佐賀帰ってきて、ある施設に行ったんですけど、来てるってことが
分かって、もちろん検査して帰ってきてるんですけども、皆さん言ってきていただいて、ある青年がですね、青年つっても30後半ですかね、もっとかな、助けられましたと私に。で、助けたって全然記憶がないんですけどって言ったら、いやいや、そうなんですよって助けてもらったんですって。受験に失敗して、もう本当になんかこう、自分はダメな人間だと思ってた時に、原口さんが家に来られましたと。で、顔見たら覚えてたんですよね。私の学校の先輩のお家だったんですね。で、その、浪人しても大丈夫だよって言われたんですって。で、浪人しても大丈夫って、その、なんていうかな、どんな意味で言ったかって思い出したんですね。当時、私自身が浪人してたんですね。国会議員に、549補佐で怒って、しかも末次先生も目が飛び出るぐらい、もう、しょうもない戦い方してですね、自分で負けたんですね、自分にね。それで、浪人してるわけです。結局3年8ヶ月浪人することになったんですけど、その時に会ってるんですね。要するに国会議員になる前に。というか、浪人の時に、俺を見ろと、なんか自慢したらしくて、自分は、京都大学も1点差で落ちたと。でも、まあそこで奮起をして、奮起っつっても、大した奮起じゃないんでしょうけど、東京に行ったと。自分は自慢じゃないけども、一回も、失敗しないで受かったことはないと。小学校から中学校もそうだし、中学校から高校もそうだし、高校から大学もそうだし、設計塾と県会議員だけが一発で受かったと。でもそれも、設計塾も、そんな体力テストだから、勉強で受かったわけじゃないんだと。いうことを自慢したらしいんですね。バカな自慢の仕方です。今考えてみると、恥ずかしい限りで。それでも、後ろから考えてみたら、1年、2年とか、あんまり関係ないんだよねって、それよりも、仲間や、愛する人たち、両親はじめ、そういう人たちとちゃんとやっとく方がどんだけいいかわかんねえから、絶対心を折るなと。そんなつまらんことで折ってどうするんだっていうことをですね、言ったらしいんですね。へえ、すいません。覚えてました。お顔をですね、見て。で、それがすごくありがたかったって、言っていただくとですね、まあ私からすると恥ずかしい限りですけど、よかったなと思いましたね。他にも同級生のずっと県会議員の時から手伝ってくれてたてる徹君のお嬢さんとかですね、本当にこう立派になられて、そうですね、僕らの子供ですから、20代、30代なんですよね。ホームに帰ってきたんだなって思いました。ホームなんだって。で、こういう荒れた時代でですね、おはようございます。カッパ着せてもらうと
一応聞いたな。よかったね。おい。ケンちゃん。ケンちゃんか、カッパのカッパになってないよね。よかったね、ケンちゃん。ケンちゃん。ね、愛情が現れちゃうんですよね。カッパに全然なってない。ケンちゃん濡れてもあんま関係ないのかな。で、こういう荒れた時代にはですね、やっぱり自分のルーツっていうか、それをこう確認するという意味でも、今自分たちがどこにいて、どんな時代にいて、何をすればいいかっていうのを、その広い視野で、時間軸と空間軸をですね、伸ばしてやると、だいぶ落ち着くもんなんですね。あ、ここのトンネルにいるんだと、分かればですね、トンネルを出た景色が想像できるからですね。それで昨日は、大隈重信公のですね、私たちと同族、同じ龍造寺の軍旗を家紋に持つ者としてですね、彼の伝記自叙伝というのをもう一回読み返してるんですね。大隈の赤日譚というものですね。大隈公赤日譚で国会図書館にあるわけですけど、彼はものすごい著書をいっぱい残してるんですが、全部口述筆記なんですよね。自分で書いてないんですよ。署名ぐらいしか書が残ってないらしくてですね、まだ私の書の方がいっぱいありますよね。よっぽど字書くのをあれしたんでしょうね。それで昨日はちょうど鍋島感想について述べてるところを機能的財政論115でも触れましたけども、改めていろんな発見があります。今とよく似てますね。いや、今の方がまだ彼らの時代よりも、それはもう欧米列強、隣の神話ですね。まあ、アヘン戦争、あの時代ですよね。もうボロボロにされて植民地化されていくわけですね。で、それを横目で見ながら、裏側にペリーが大砲を持って開国を迫ってきて、まあ幕府がその権威も失墜したという時代ですよね。で、この私たちの佐賀藩はもともと鍋島直正は水戸とも遠戚関係で、水戸、今大雨の肥後細川藩の方ですね、だから近くの大名との遠戚関係結んでるんですね。で、水戸の連合斉昭公とはですね、大変幼少の頃から直政は尊敬するんですね。非常に気さくで明るい人物だったみたいですね。で、その尊王攘夷論の元となったのが水戸の烈公ですね。で、私たちは当然それに影響を受けるわけですけども、尊王攘夷の嵐がこう吹き荒れるわけです。でもそこでその時のことを大隈が書いてるんですね。薩摩との同盟を、殿様同士がいとこですから、直政とその斉昭公は母親が姉妹ですから、いとこですね。斉昭公っていうのは、
兄弟随一の名君だと言われたそうですね。五郎さん、おはようございます。大熊はすごかですね。届かんだったですね、大熊まで。頑張らねえかん。まあでも、やれることを一生懸命頑張ろうましょう。それで、彼らは、その、桜戸門外の辺で、それこそ烈光と井伊直弼が、対楼がですね、ものすごい衝突になるわけですね。で、その時に、まあ当然普通だったら、烈光の方に着くわけですね。尊王攘夷に。だけど彼らは、それに組みしてないということを言うんですよ。なんで組みしないかと言うと、おはようございます。その、当時、鹿児島はもう琉球との関係で、フランスと、条約を結んだり、イギリスと親交を結んだりして、その海外っていうものを知ってるんですね。知ってるって言っても、その当時の烈光に対して知識があったと、経験があったと。しかしそれを見る目があったんでしょうね。で、佐賀藩は長崎の出島を管理を任されてますから、小さい窓だけど、そこから世界を見て、で、とてもその、叶う相手だとは思わないわけですね。で、叶う相手だと思わないときに、じゃあ何をすればいいかと。相手に侮られないように、この間に国力を増して、そして、自国の防衛、軍事力も増して、そして備えるということを彼らはやるわけですね。で、まあそのために、ここは海軍所、三越っていうところにあるわけですけども、その海軍を作って、そして、彼らに侵略されないようにすると。太郎さん、おはようございます。それはそれは、すごい決意だったと思いますね。で、まあそうやって、まあ、立つ日っていうのは同じ九州で、もともとそういう藩主同士か、あれですけど、それにまあ、長州と、土佐とが加わって、明治維新という形になっていくわけです。あれ、もう消えましたかね。開国した理由、それは彼らは、攻撃の、相互利便性っていうものを分かってたわけですね。相互に。そしてその極東のこの日本が当時の秦のように支配をして、うまみのあるところでもなかったんじゃないかと思いますね。それはその後大隈が何て書いてるかまた見てみたいと思いますけども、うちに備えながら、開国というよりか貿易ですね。開国の権限はないわけですから、大名ですから。やっていくわけですね。で、鍋島直正っていうのは非常に急激的改革の人なんですね。急激的改革をやって、古い官僚を全部辞めさせて、書生に変えると。だけどこの書生っていうのはそもそも気が荒く持続性がない、物事を収めることができない。昔の私たちが、安住君や私や渡辺修君が30代の時の民主党みたいなもんですね。書生の集まり、自撮りの集まりって言われました。物事を収める力がない。で、結果その主流の方が勝っていくわけです。いろんなことやるけど、いろんな失敗をばかりやるもんだ。でも今の民営化とかの改革とは全く違いますね。彼らは傀儡ではないんですよ。自分で考えてやってるわけです。自分で考えて、自分の足で。でもやっぱり大隈すごいなと思うのは、大英百科事典に載ってる日本人は10史にも満たないけど、彼のことが一番書かれてる。
そして世界からこの大熊の知性を求めてですね、来るわけですね。どんな人にもですね、門戸を開いて、そして暇を見つけては彼らと話をするわけですね。それなかなかできないですね。やっぱり同じ龍造寺の家紋を持つ末徳一郎先生もそうでしたもんね。世界から先生を慕って来るわけですよ。領土問題で対立してるロシアのプリマコフ氏なんていうのもそうですね。プリマコフさんが窮地にあった時にその彼を救ったのは末徳先生ですもんね。ロシアだけじゃない、アメリカもそうですね。末徳先生は本当にすごい方でした。そして書生っていうか、私たち20代のもう野のものとも山のものともわからん、いや野のものどころかもう野そのものの私たちをですね、ご指導されるわけですからね。今自分がどんだけやってるかっていうと、先生のもう比べるだに恥ずかしくなる状況ですね。しかも世界に向けて先生の論文も、まあこの2人は国会にそれぞれ、末徳一郎先生も先生の書籍の、先生は大熊とは真反対で陸軍中野士官学校で訓練を受けておられますから、スパイですねの訓練を受けておられるんで、その見たものをそのまんま描写するんですね。すごかったですよ。私一回だけ、はい、見ましたけど、書かれたものをですね、もう写真のように写せるんですね。字も達筆でいらして、私が落選した時にもの手紙が取ってあります。妻がもう大切にですね、宝箱に入れてたんですね。私はもうこういうアバウトなあれなんで、そのもらったことさえ忘れてたんですけど、当選した時にですね、妻がその宝箱から先生の手紙をですね、落選した時の手紙なんですね。私が心折らず頑張れっていう意味のことが書いてあるわけです。そのことさえ忘れてるっていう、まあ、自分に呆れましたけど、それだけなんかいろんなものにとらわれて生きてるんだなって反省しましたね。でもそういうパートナーがいてくれたおかげで、まあとりあえず踏みとどまれたんだなと思います。でも大熊のように世界に対してですね、日本に大熊ありと、都の征服に日本に行って教えを請うんだと、そういう人がいたっていうのはすごいことだと思います。昨日またやっぱり歴史を学んでる人は多いんですね。またやってくれと、財政論の中でもこれをやってくれっていうことがありまして、まあ嬉しいお話でございました。事務所な、家の隣やけどな、どうですかね。有名ですね、大隈重信、江藤新平、大木高と副島種夫。鍋島直政、そして佐野常民、島吉武は五郎さん帰りますばい。雨の日どうなりました。また電話がぶっ壊れます。ということで今日も頑張っていきたいと思いますね。自分が、まあ、この機能も元に眠る日はそんなに遠くないと思うけど、やっぱりその間に明るくあって